はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、アサヒのスーパードライの発売30周年記念の、特別限定醸造、ジャパンスペシャルです。生ビールですね。スーパードライ史上初、国産原料 100% 使用となっております。原材料は麦芽とホップと米と、麦芽とホップと米とスターチ。アルコール度数 5.5%。あ、普通のあれですね。スーパードライに比べるとコーンが入ってません。米印で、スターチは輸入トウモロコシから国内で製造した原料ですと書いてあります。でですね、今食ってんのはこれ、麻婆豆腐。こちら、丸美屋の麻婆豆腐の元の大辛ですね。大辛というのか、大辛ですね。これ美味しいですね。麻婆豆腐はやっぱり丸美屋に限るね。うん。まあ、辛口でもいいんだけど、大辛でも美味しいですね。どっちもうまいですね。うん。よし。ということでね。うん。うまい。やっぱ丸美屋の麻婆豆腐はうめえな。他の麻婆豆腐と格が違うよね。うまさの。まあ、といっても、うまさのっていうか、まあ、同じ丸美屋でも別の麻婆豆腐の素があるんですけど、それはまずかったですね。結局のところ、この麻婆豆腐の、丸美屋の麻婆豆腐の素っていうのが美味しいっていうだけで、別に丸美屋だからといってまずいものはまずい。ということですね。じゃ、乾杯。スーパードライ。別に特別うめえってことはねえな。別に特別、これはギフト限定っぽいですね。ギフト限定醸造。国産原料 100% 使用。国産麦芽、国産吉祥ホップ、国産高級米を使い、発売30周年の今年、ギフトのためだけに特別に醸造したスーパードライ。なんか、コクがないな。普通のスーパードライに比べて、いや、これ普通のスーパードライの方がうまいんじゃないの？香りが弱くなって、ちょっとコクが上がったのか、わかんない。わかんないな。なんか喉越しが弱くなった。っていうのか。普通のスーパードライは結構ダイレクトに、ドガッと喉に来るんだけど。これは別になんか優しいですね。ちょっとマイルドになってる。マイルドになったスーパードライ。で、香りもなんか弱くなってる。劣化版ですね。劣化。いや、劣化というか、普通のスーパードライから、香りをなくした感じ。
香りが弱くなってる気がする。うん。あ、うまっ。うまいな。うん。麻婆豆腐はね、ご飯と食べると、麻婆丼にして食うとうまい。うん。なんか微妙だな。結局のところあれかな？普通のスーパードライだろ。うますぎるっていうか、結局スーパードライってほら、世界、日本一売れてるビールだから、それだけもう、超えられないんだろうね、多分ね。うん、おそらく日本人の口にもう完璧にジャストフィット、もうジャストフィットしてしまってるって感じかな、多分。だからもうこれ以上のものは多分朝日には作れないんですよ、結局。いくら国産原料にしたところで、ぶっちゃけ所詮国産原料ってだから国産だからいいっていう問題じゃないんですよ、だからホップとか麦芽をね、国産にしたところで、じゃあ海外産のやつと国産とどっちがうめえのかっていう話よ。だからおそらく海外産の方がうまいんだろうね。うん。まあ日本人っていうか、まあ俺の味覚でいくと多分外国産のやつの方がうまいって。所詮スーパードライ、もうそうだし、まあビール全般だけど日本って麦芽とかって結局向いてないんでしょうね、栽培するに。絶対アメリカとかの方がはるかに気候とか全然違うしね、多分明らかに向いてるんだと思う。で、あとこれ、さっきも言ったけど、コーンが使われてないから、それでだいぶ味の、あれも違うと思う。コーンが使われてないっていう風味がだいぶ変わってくると思う。原材料にコーンが使われてない。それだけでもだいぶ違う。まあ、これは劣化ですね。劣化スーパードライ、麻婆豆腐うめ、あーうま、辛さもちょうどいいですね。ああ。うめえ。
北、北も大してない。奄美もまあ大してない。苦いかって言われても苦くない。香りも大してない。これ三つ星だな、これ。2233です。ご視聴ありがとうございました。